広告に関わる、作業もたくさんやらせていただきました。まあ、私も資生堂の中においてさまざまなことをやってきましたんでね、まあ、比較的30歳前後ですかね、広告を中心にやる時期がありまして、まあ、印象的なのはマイピアレディって言って、今また活躍されている小林麻美さん、まあ、当時は資生堂もあまりこう女優さんを使うとかタレントさんを使うってことほとんどなかったんですよ。ほとんどが新人のモデルさんを資生堂風に顔を、まあ、演出してスターに仕上げていくっていうことが多かった時代だったんです。まあ、その中で小林麻美さんのマイピアレディっていう、春のキャンペーンがありまして、その時に小林さんはもうもちろんこの長い髪で、それがスレンダーなイメージが特徴だったんですけど、その方をもうちょっとスポーティーな感じに、表現したいっていうんで、で宣伝部ともいろいろ話して、実はショートヘアをにしたんですよ。UCLA ってロサンゼルスの UCLA のグラウンドでこう走るシーンを撮ったんですね。だからあんまり長い髪をこう当時ですからね、この肩下まである長い髪をこうっていうよりももっとこう生き生きとした感じっていうんで、どうしてもリクエストがショートヘアにしようではないかって。で、まあ、考えてみますと資生堂の広告の中で全カツラを使ったっていうのは初めてだったと思うんですよ。実はその時私カツラを使って、それでカツラを2個用意しながらもう手持ちでいつもロケ先に持って行ったんですけどね、うん、そこすごくそれで、まあ、評判よく、自分で言うのもおかしいですけど、当時としては小林さんが髪切ったんじゃないかっていう噂になって、すごくそのぐらい間違えるぐらいにこう違和感なく溶け込むことができたっていうのは、まあ、私も良かったかなっていうふうに思いますし、まあ、あともう一つはですね、まあ、私は時代的なものもあったと思うんですけど、ちょうど私が29歳30歳ぐらいの時にですね、まあ、ベルサイユのバラって言って、漫画で大変有名だったんですけど、それを映画化される時に、資生堂がタイアップして、まあ、実際の映画の中でも私ワンシーンを、まあ、ヘアメイクをすることもあったし、でその女優さんを資生堂の広告にお願いしたんですね。まあ、そんなことがあってスペインロケに行きました。そして、もう一方でその前後をしてですね、インウイっていう商品を資生堂で香水とそのメイクアップ商品を出したんですよ。その時もこれはニューヨークのロケ行ったんですけどね、この時はまあ、今を考えると彼女が美しいのではない、彼女の生き方が美しいって、これもすっごいメイクキャッチコピーがあって、やはりこのスリムなこうメイクアップ商品だったんですよ、形をした。まあ、その時の、まあ、実はモデルさんがヘロイズっていうんですけど、その方も含めてそのベルバラの時の、お願いした女優さん、まあ、これも資生堂で初めて西洋人モデルを使う広告って初めてだったんですよ。たまたまよく考えてみると、これもこの2人とも私担当させていただいたんで、すごく印象に残っておりますね。